皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ね、その世界的にね、こう注目されだしたステロイドなんですけどもね、一体どんな薬なんですかって話なんですけどね、皆さんご存知ですかね。それをね、今日はね、難しくならないようにできるだけ簡単にお話しいたします。ステロイドというのはですね、もともとその体内の体の中のね、副腎というね、臓器があるんですけども、そこで作られているホルモンなんですよ。で、このホルモンが持つ作用をこの薬として応用したものがステロイド薬というね、副腎皮質ステロイド薬というものなんですよ。で、そのね、副腎にね、関してのお話はね、もう以前の動画でね、で727日かでね、その脂肪を燃焼させて痩せるためのね、大切なことについてね、お話をした時にね、しましたんでね、覚えてらっしゃいますでしょうかね、皆さんね。気になる方はね、そのタイトル下の概要欄にね、タイトルを載せときますので、リンクを載せときますんで、気になったらぜひね、ご覧ください。ほんでね、そのよく皮膚科でもらう塗り薬でね、これはステロイドですよってね、説明を受けてね、処方されますよね。そのステロイドの塗り薬っていうのはですね、その塗った部分の炎症を鎮める作用にすごい優れてるんです。あとね、その湿疹とね、皮膚炎を中心にですね、その皮膚疾患の治療に幅広くね、用いられてるね、お薬なんですよ。またね、飲み薬としてもね、出されてますけどね、飲むとね、体の中の炎症をね、抑えたりとか、体の免疫力をね、抑制させる、抑えてあげてくれる作用があって、その免疫抑制剤としてもね、使われるようにさまざまな疾患の治療に使われています。その免疫抑制剤ってね、よく言ってるじゃないですか。こういうことなんですよ。しかしね、副作用も多いためにですね、非常にね、注意が必要な薬なんですよ。そんなステロイド剤がですね、この世界を今脅かしてるね、感染症のね、重症者に効果があるとね、WHO が最近になってやっと発表しましたよね。日本ではね、そのもう7月の時点でね、厚生労働省がすでにね、発表してましたけど、そのネットではね、WHO はいつも遅いって言うてね、こう叩かれてる始末ですわ。そんなステロイドなんですけども、なぜ重症者だけなんでしょうか。こう軽症な人とかね、中症っていうんですかね、真ん中ぐらいの人らへんの症状の患者さんには、この副作用があるから使わない方がいいとされてるんですよ。まあね、これからね、そのステロイドのことをね、少し説明させてもらうんですけども、でも今から説明させてもらう内容は、必ずしも全ての人に全てが当てはまるというわけではございません。でこの中の、どれかかなっていうのが当てはまるかもしれませんし、どれも出ない場合もあります。当てはまらない場合もあります。参考程度に、だから止めておいてくださいね。ではステロイドにはどんな副作用があるんでしょうか。まずね、その体の抵抗力ね、免疫力ですね、それがすごい低下するためにですね、風邪やインフルエンザなどね、感染症にかかりやすくなります。もう風邪ひきやすくなるんですよ。これからも怖いですよね、インフルエンザがね。そしてね、骨が脆くなります。骨密度がね、減少するんですよ。圧迫骨折とかね、その大腿骨頸部骨折かなどがね、起こりやすくなります。で、これはね、その骨折なんで、骨が脆くなって骨折することなんでね、大体骨頭壊死症とまた別のものです。で、次にね、糖尿病ですね。これ、ステロイド糖尿病っていう風な分類になるんですけども、それになりやすくてですね、このステロイドっていうのはね、その糖を合成する働きを高めるためにですね、血糖がね、上がるんですよ。血糖値が上がっちゃうんですよね。で、これにはね、その食事療法によるね、予防がね、すごい大切なんです。でも、場合によってはね、その薬によるその糖尿病治療がね、必要な場合もあるんですよ。僕はこれになりかけてたというかね、糖尿病予備軍のカテゴリーに入れられてたのでね、っていうかね、ざっくりまとめたらね、糖尿病ですよね。今はね、その予備軍から脱出してますけども、そのための食事療法がね、今でも続いておりますというかね、自主的にね、続けております。自主的にね、続けてるおかげでですね、血液中のコレステロールや、その他のね、糖尿病に関する数値っていうのはね、正常になってきてるので、今はなんとか耐えてます。話を戻しますね。そして次は消化性潰瘍、ステロイド潰瘍というんですけども、その消化管の粘膜がね、すごい弱くなるためにですね、潰瘍がね、できやすくなるんですよ。胃潰瘍とかなどね、分かりやすいですね。そんなのとかに、ね、なりがちなんですよ。なのでね、同時に胃薬っていうのをね、胃の粘膜を保護するね、お薬をね、飲む場合もあります。で、ほんでね、次のこれが怖いんですよ。血栓症ですわ。
血栓症ね、あのね、出血を止める働きをねするね、血小板の機能がね、こうブワーッと激しくなるためにですね、その血管の中にね、血液がね固まってしまうね、血栓症が起こりやすくなるんです。これね、なんで怖いかというとですね、その重症患者さんのね、ほとんどがね、その体のにね、その血栓ができてたり、あのまあで血栓ができるようなできるかもしれないような病気を患ったり患いかけていたりしてたんですよ。そのために重症化してね、この人工呼吸器をつけてですね、 ICU ですよ、集中治療室にね、長いことね入ってなあかんかったみたいなんです。そして次はですね、精神症状というね、まあ、ステロイド精神病とね呼ばれることがね起こるんですけども、その不眠症とかね、多幸症ね、うつ状態になったりすることがねあります。まあ、軽度のことが多いんですけどもね、あのこれはね、あのよく見られるらしいんです。まあ、不眠症に関してはね、まあ、僕もまあのほぼ毎日遅くまで起きててね、なかなか寝れてませんので、ひょっとしたらこの不眠症なのかなっていうふうなねこともね考えられますと思っております。でお次はですね、満月形願望ですね。これムーンフェイスと呼ばれたりしますね。中心性肥満です。あの食欲のね更新ね、あの激しく食欲が激しくなるっていうふうなの更新っていうんですけども、それとね、あの脂肪のね代謝障害によって起こります。あのね、ステロイド剤のね減量によってね、これは改善しますけども、同時にですね、カロリー制限などを食事にね注意が必要なんです。辛い食事療法でしたねあれはね。まあ今も続いてるんですけども、あとはね、動脈硬化とね高脂血症ね、これも怖いですね。動脈硬化をね促進してね、コレステロールや中性脂肪がね高くなることがあります。まあ、先ほどの血栓症と同じようにね、このようなね血液疾患は本当に怖いんです。あと高血圧症とむくみです。あの体の中にね塩分が溜まりやすくなるためにね起こります。水中毒の話の時かな、その時でもそのね体の中に塩分が溜めやすくなるというね、あの病気にもなりますよってね言うてるんですけども、これは高血圧によってあの塩分が溜まりやすくなってむくむ病気なんで、また別なんですけども、まあ、これも症状が似てるんですよね。なので、まあ、ちょっと間違いやすいところなんですと言われております。あとは白内障ですね。あのステロイド白内障というジャンルになります。あの白内障というのはね、こう視界が白く濁るんですって、まだ僕はなったことないんですけども、それの進行をね早めてしまいます。あと緑内障もそうですね。あのステロイド緑内障っていうのです。これはね、こう眼球にね圧力ね、眼圧という言葉があるんですけども、それがね上昇するねことがあります。まあ、ちなみにね怖いのがね、この緑内障ってね初期段階ではね自覚症状がほとんどないみたいなんですよ。こう症状がかなり進行して重症化しないと、このなんか異変を感じないみたいなんですよね。あとそれとね、副腎不全ですね。ステロイド脱離症候群っていうんですけどもね、あのステロイドホルモンはね、その副腎皮質からね、その生理的にね分泌されます。ちゃんとね自分の体によってね分泌されるものなんです。なのでね、まあ、ステロイドをねあの長くね飲み続けた場合はですね、副腎皮質からねステロイドホルモンがねもう分泌されなくなってしまうんですよね。外から入ってくるから、外から入ってくるからってなって、あ、じゃあもう中から出さんでいいんやって体がねこう反応してしまうんですよね。そのためにですね、まあ、症状が治まって、その急にねこのステロイド剤をねこう飲まなくなるとですね、まあ、その体の中のステロイドホルモンがこう不足してしまうわけですよ。そしたら倦怠感とかね、吐き気とか頭痛とかね、血圧低下とかのね症状がね見られることがねあります。あとそれとね、ステロイド挫創っていうのがあります。あの挫創というのはね、ニキビのことです。ニキビができやすくなるんですよ。これもね、ステロイド剤のね減量によってね改善します。僕もね、ちょっとおでこのねこの辺にねポツッと1個ねできてるんですよ。ニキビか吹き出物かね、毎日帽子かぶってるかからね分かりませんけどもね、まあそんなもできるんです。そしてね、これはまあ先日お話しした、まあ何回も何回もこれまでね、あのお話しさせてもらっている大腿骨と壊死です。の無菌性骨壊死っていうんですけどもね、あの大量投与、めちゃくちゃ多くのねステロイドをねあの飲んでると、まあ、ごく稀に起こることがあります。まあ、稀なんですよ。で痛くなるのも稀なんですよね、股関節がね。でまあ多くの場合はそのステロイドをねこう飲み続けて、飲み出して、まあ数ヶ月以内にその股関節の痛みで発症します。これはね本当に早期発見がね大切です。でもまあ僕ステロイドをね、まあ免疫抑制剤ですけど飲み続けてね、まあ数ヶ月以内ではないんですよ。もうね1年以上2年以上はね経つんでね、どうなんって感じなんですけども、その他にはですね、まあ、増毛脱毛不整脈ステロイド筋症、まあ、女性であればね生理不順などがね見られることもねありますね。まあ、いずれもねステロイド剤のね減量によってね改善していきます。まあ、僕もねちょっと脱毛がねすごい気になっているんですよ。
まあね、男性ホルモンや、ね、年齢的なもんではなくてね、ひょっとしたらね、これかもしれませんよねとね、まあ信じたいんです。まああとはね、筋肉がね痛くなったりとか力が入らなくなっているのも、ひょっとしたらね、ステロイド筋症なのかもしれません。まあこのようにね、ステロイドというお薬はですね、こんな感じの副作用が起こるお薬なんです。まあね、先ほども言いましたけども、この今説明させてもらった内容は必ずしも全ての人に全てが当てはまるというわけではございませんし、この中のどれかが出るかもしれませんし、どれも出ない場合もあります。まあ参考程度でね、止めておいてください。まあね、その重症患者さんにはですね、その免疫が免疫を食い殺すというね、免疫の暴走を止めるためにね、ステロイドはね、いいかもしれませんけども、その軽症患者さんにはね、この今説明しましたようなね、まあ副作用が出る可能性があるので、まあ、逆にね、症状をね、悪化させる可能性もあるとされてますので、推奨されないようです。まあ、といった感じでね、今お話題になっているそのステロイド剤のね、簡単なお話でございました。ぜひね、まあ、参考程度に止めておいてください。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。